よう。てガスゼ兄さん。え？一人でよく頑張ったな。誰？通りすがりのヒーローだよ。もう大丈夫だ。安心しな。いいから逃げるぞ。こんなとこいたら命がいくつあっても足りねえ。皆さんこんにちは。町の便利屋桑名仁役で出演させていただく山本浩二です。まあどうなるんだろうっていうね、自分がそこに登場してっていう、そのそっちの方が興味津々だったかな。ちょっと初めてのまあ、お仕事だったと思うんですけれども、思ったよりもすごく力を使ってとってもエンジョイできたというか、充実してやれたので、いろんな登場人物がいる中で、やっぱり今回初登場という、まあ、もちろん桑名仁という役なんですけれども、すごい深いストーリーがあって、なんかとってもだからそういう意味ではやりごたえというか、もうすごい濃密な、役だったかな。すごいストーリーになってるなっていうふうに思います。桑名は非合法な仕事も受ける町の便利屋として主人公矢上と出会います。町のトラブル事情にも詳しく頼れる仲間なのかと思いきや、矢上がよそ者の同業者であると分かり、荒々しく礼儀を叩き込もうとします。地元の便利屋としてのメンツもあり、矢上の担当する事件に積極的に関わろうとする彼、小競り合いを繰り返しながら不思議な関係を築いていく彼らは、共に物語の核心へと迫ります。敵なのか味方なのか、いまいちつかみどころのない彼ですが、なぜ裏社会に身を投じたのか、そこには彼の過去と信念が大きく関係しています。感情移入しやすい人物だと思いますので、私が演じる桑名仁というキャラクターをどうぞご堪能ください。